ヘビー級選手権試合です。時が来た、日は熟した、夢をつかめ小橋健太、新しいジャケットで登場であります。いつもひたむきなファイトを見せてくれる男に、全日本マット最高の栄えある三冠タイトル初挑戦のチャンスが今やってまいりました。今までの血のにじむような努力すべてこの一戦に向けられていたと言っても過言ではありません。大勝負の舞台、小橋健太登場であります。大変タフな試合になろうと、そうですね、ウィリアムスは話していました。小橋は打ちのめしても打ちのめしても立ち上がってくるガッツがあると、このチャレンジャーの小橋を認めています。ウィリアムス、さあ早くもおっとローリングクレイドンの体勢に持っていこうとする。小橋が序盤から回していった、チャンピオンを回していった、ローリングクレイドル、ローリングクレイドル、さあまずは序盤にお見舞いしていきました。ユリース固め、そのままカウントは2であります。スッと立ち上がりました両選手。まずは小橋のお箱ローリングクレイドル、いきなり仕掛けていきました。よく見えなかったですけど、大丈夫でしょうか。いや今の角度的に言うと頭から落ちてる可能性大ですね。危ない危ない、さあウィリアムスが伸びました、間に合っている、あっとリフトアップ、リフトアップ、場外、そして落ちました。両者しませんドスッという音、お株を奪う、バックドロップか、同じような逃れ方ウィリアムス、今度は膝蹴り、膝蹴り、しかし危ないぞ、後ろ打った、危ないぞ、2アタックです。側頭部にですね、側頭部に打っていきました、2アタック。さあ小橋健太、またバック、さあジャーバー、さあバック、さあ3冠でした、3冠でした、惜しい惜しい。デビュー1年の私は見ました、岐阜県は養老町総合体育館でカンナムに痛ぶられて耐える姿、4年前モーテレビの愛知県体育館ボディに全線検討した試合はその日一番の盛り上がりでした。そして去年の三冠挑戦者決定戦、豊橋さんのカード、バックドロップで敗れた小橋、オート館から来る激しいうめき声をシャワールームのドア越しに聞いた時、私プロレスの激しさを耳から知りました。その小橋一気化成に、さあ三冠に向かってボディクラブ、そしてさあ足手キックのドロップキック、これはセカンドロープとサードロープの間から、そうですね、相手に打っていきました、小橋、さあ初挑戦、どんどん行け、ガンガン行け、ウィリアムスなかなか体勢を立てる、あ、なんでしょうかこれは、トップロープ、もしかして、もしかして4メートルのダイビングクロッチングか、やんのか、チャレンジャー参加に向けて、あ、重心を低くした、あっとウィリアムスも、カウントはヘビがため決まりません、決まりません。持てる技を全部出しても仕留められるか、お互いのサーブ、ドロップ、バックドロップ、エルボー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 、タイムが抜き上げる、離した、離した、そして、あと、ちょっと空振り危ない、空振りスタートが危ないんだ、危ない、危ないな、バック、バックデンジャラス、バックドロップ出ました、腰に手が回りました、持ち上げました、一瞬、無重力状態、その後、地獄の脳震盪、デインジャラスバックドロップ、この立ち方去年の豊橋で見ました、ロープを掴んでいました、最後からこれが怖い、40分経過、40分経過、60分一本勝負、40分経過、いやー今度はまるで田植えののど輪落としのような形で投げ倒しました、危ない危ない危ない、畳みかけるこの怖さ、いざ
冷静でしたね。そうですね、冷静というよりも本当もう意識の中で何かしなきゃいけないって気持ちが強いんじゃないですかね。なるほど、無意識の中に残るかすかな意識と言ってよろしいでしょうか、しかしエルボーを落としていきました首筋。ウィリアムス本当にしたたかであります。余力あんのか両選手、三冠統一ヘビー級選手権試合チャンピオンウィリアムス初防衛戦、そしてチャレンジャー小橋健太三冠初戦。危ない危ない、ハートハート、ニュートラルコーナーに当たった。平行感覚も方向感覚も失ったウィリアムスが放ったバックドロップは今のはどうなんでしょうか。いやちょっと不意に来ますからね、自分がもう要するに飛んでる状態が待ってくるまでの感覚があるんですよ。それが今全然ないわけですからね。もっと先に衝撃が来てしまった、心配です。こんなことはされたことはないでしょう。飛ばしてた、危ない危ない、バックドロップ、バックドロップ、通るぞ、どうだ、帰ってた、カウントアップです。4球1分28秒スティーブン・ウィリアムズ、バックドロップ落としがため、チャンピオンウィリアムズ初防衛に栄光を致しました。初挑戦、惜しくも敗れた小橋、まだ初打席を挙げるウィリアムズの表情を見ることはできません。そして今たまらずね、またチャンピオンになっていると思うね。この2人最近の一騎打ち、試合後は